はい、今回もマジコン、エミュー、互換機、中華といってね、まあこちら合法違法どこまでっていうやつのね、まあ前回前編をやりましたが、今回はその後編なのか中編になるかわかりませんけどもね、まあ関連の会話みたいな感じですけど、まあいずれにしても続きです。で、今回は何を行くかというと、ナンバー3、レトロゲーム互換機、ナンバー4、中華 M まで行きたいと思います。で、実際どのくらいの人が吸い出して真面目にやってんのかっていう割合もね、かつてデータが出てましたけども、まあその辺をね、ちょっとね、おぼろげなんですが、紹介してみたいと思います。では、はい、ナンバー3、レトロゲーム互換機ということになりますね。まあ代表的なのはレトロフリークとか、まあアナログ系のね、FPGA 機とか、あとはポリメガとか、中華とか、そういったものになりますけども、まあかつてはね、ファミコン互換機とか言って、まあ今もありますけどね、そういったものがいっぱいありますけど、まあエミュレーターと違うのは、実際に、本家、本物のカセットとか、メディアをね、使うことができるということです。だから吸い出す必要がないということがね、メリットの一つにありますよね。まあ実際ハードウェアがあります。ただ互換機なので、いろいろとね、画面がバグるとか、動かないとか、そういった問題もはらんでいます。で、あともう一つは、ハードによってはね、バイオスがないと動かないっていうものもありますので、バイオスをね、回避する、独自に作ってきたバイオスとかで動かしているものとかもありますが、その辺のね、著作権絡みも、ちょっとね、気をつけなきゃいけないところかなと思いますが、ユーザー側からはそれはね、どうにもなりませんのでね、まあ、あとはハードウェア次第なんですけど、で、最近はね、ゲームデータを吸い出して、それらを実行する互換機なんてのがありますよね。まあ、古いんですけど、レトロフリークなんかもね、日本を代表する互換機となっています。ファミコンとか、スーパーファミコン、メガドライブ、PC エンジン、ゲームボーイアドバンスなんかをね、実際のカセットを使って、起動させることができる。さらに、それを読み込んでね、まあ、要するにデータを吸い出して、本体にね、保存できると。いうものになってます。吸い出し機も兼ねてます。で、この吸い出したデータは基本的にそのハードでしか動かないように、まあ著作権保護の観点からそうした仕様になってますんで、まあそこはね、その吸い出したハードしか使えないということで、著作権をクリアしているというのがギリギリラインだと思うんですけど、まあそういったことになってますね。いずれにしてもポリメガにしてもレトロフリークにしてもそんな感じで今は動いてます。特に訴えられたりとかしてませんので、ギリギリラインというか、まあ法的には問題ないのかなといった気はしますが、それ以上いじくるとやばいのかもしれませんね。で、ユーザー側がね、このハードにゲームデータを保存した状態のまま売り出すのはやっぱり問題があるということになります。デジタルデータなんでいくらでもねコピーができてしまいます。まあそんな感じでしょうかね。で、現実的にはでもね、ゲーム入りのハードが売られちゃってますね。よく見てみると。だから、そう考えるとね、なかなかこう、難しいというか、モラルというか、ユーザー側がね、しっかりしていかなきゃいけない点もあります。ただ、その辺は、比較的ね、ハードウェア側はしっかりとやってんじゃないかなと思うんですよ。で、あとはだからバイオスをね、しっかりクリアしてると。まあそういったものしか作られてません。今のところ。ちゃんとね、顧問弁護士かなんかに相談をして、抵触しないように、設計されてると思います。で、よくね、レトロフリーク違法というのがね、検索かけると、出てくるんですよ。で、多分、2020年に起きたレトロフリーク幹部の逮捕劇っていうのかな、書類送検っていうのかな、それがね、まあ、間違ってレトロフリーク違法につながってきてると思うんですよ。サイバーガジェット幹部がですね、不正競争で摘発されちゃったっていうのが2020年ありました。で、それを契機に一度レトロフリークは販売中止になったんですよね。で、これそもそもレトロフリークそのものが悪かったんじゃなくて、違った周辺機器でちょっと悪さしてたと。それがね、同じメーカーのレトロフリークに波及しちゃっただけなんで、まあただね、いろいろガタガタしてたんで、一度ね、販売を中止して、現在はね、時々売りに出されてますんで、まあ、だからレトロフリークそのものはね、問題なかったんじゃないかなと
思いますよ。ただね、このレトロフリークを使ってるメーカーの幹部がですね、そういった不正競争に、加わっちゃったというのがちょっと衝撃的なニュースだったと思いますね。まあ要するに 目先の金に目がくらんだということなんで、まあそういったことがありましたね、いろいろと、だから互換機イコール悪というね、まあ印象がついてしまったという事件としてはね、ちょっと残念でならないといった感じです。ただいずれにしても、オリジナルのね、ゲームハードが限界を迎える中で、こういった互換機が今後ね、幅を利かせてこないとなかなか大変だと思います。任天堂なり、ソニーなり、セガなりが、またファミコンだ、メガドライブだっていうのをね、作るとは思いませんのでね。まあそういった意味でね、互換機重要なんですよね。はい、ナンバー4、中華エミュキということでね、本当はね、あんまりやりたくなかったんですよ。ここね、かなりこう政治的なものも絡んできて、シビアというか、突っ込んだ展開になると思うんですよね。あと世代間でね、分裂すると思うんですけど、まあいずれにしても現在乗りに乗ってる、主流になってる中華エミュは、まあいわゆるね、ロムがね、最大の問題だと思うんですよね。ロムイメージ、ゲームデータがバカバカ流出してるっていうのが現在の、大問題なエリアだと思いますが、まあここはね、中華戦略なんでしょうか。非常にいろんな方に配ってインフルエンサーじゃないんだけど、いろいろとね、紹介してみんなが欲しがるようにうまくやってるのが中国なんですよね。まあそういった意味で、まあ便利なんですよ、非常に。自分も2000年ぐらいからこういったものを実は使ってます使ってるんで、何なんだお前はと思うかもしれませんが、まあ便利なものは便利なんですね。こちらはね、中華エミュと書いてある通り、まあエミュレーションなんです。で、特に近年ハードウェアがね、進化して手軽にいいものが作れるようになりました。コンパクトな形でね、そういった意味で現在中華エミュが台頭しているわけなんですが、一番の問題は先ほど言いましたけど、まあ一時期ね、抑えられてたんですよ。ゲームデータを抜いて発売してたんですが、まあだんだんこう競争が激化してって、ゲームデータも含んだままね、現在は売られています。まあね、こうあんまり言いたくないんだけど中華思想をね、日本のレトロゲームファン層に対して、まあ怪獣制作みたいな、怪獣ってのは化け物って意味じゃなくて、怪獣って意味じゃなくて、まあ時ほど保護すみたいな感じのね、中華エミュすごいでしょみたいな、さらにもう、まあ、日本の資産である、日本っていうのかな、日本メーカーの資産であるロムイメージもバッカバカこう配布してますけど、まあそういった意味でね、レトロゲームファンのね、懐に飛び込んでくると。まあその辺がね、うまいんですよ。まあ実際やってることってかなりね、政治的にはひどいことやってると思うんですよね。未だに汚染水とか呼んでますしで、そういうのをね、なるべく和らげるというか、民間にはね、非常にソフトに、ソフトランディングで攻めてきてると思うんですよね。まあその辺話し出すと止まんなくなっちゃうから、現在のやはりね、問題点はロムイメージを大量にばらまいてるということですね。これちゃんと処分したから別にいいというわけじゃなくて、実際どうなのかなと。処分する人って多分いないと思うんですよ。自分も中華エミュ機買ってロムイメージついてても、それ処分しませんからね、もったいないじゃないですかそんなで、これがね、またね、DS のマジコン時代のように、大手ゲーム会社が動いていくのかというところが一つのポイントになってくんじゃないかなと思うんですよね。マジコン時代、あまりにもひどすぎて、ついにゲームメーカーがね、動きました。じゃあ今回この事態を受けてどうなのかなということなんですけど、まあ自分としてはね、例えばこれがスイッチのソフトをばらまかれていたら、即動くと思いますが、いかんせん古い。いかんせん古いんですよね。ファミコンだ、スーファミだっていうので、そんなにね、こう、ニンテンドーとかゲームメーカーが動くっていう感じは低いとは思うんですよね。まあ、ゼロじゃないと思うんだけど、極めて低いと思います。まあ、法改正まで持ってくのかっていうのはね、多分やらないと思うんですけど、要するに、現在の商売の弊害となれば潰しにかかりますよね、それはね。
だからスイッチソフトとか、まあ、PS5 のソフトが流れてるとか、そういったものがあれば当然動くけど、いかんせん古すぎるソフトですよね。うん、だからそんなのためにいたちごっこして体力すり減るのも、なんとも言えないので動かないとは思うんだけど、まあいずれにしても例えばミニファミコンとか作っていたりとか、あのなんだかんだスイッチオンラインでねファミコンだなんとかってありますからね、まあ一概に全く無視していいのかっていうのはありますよね。けどまあスイッチオンラインのファミコンだスーファミだで儲けてるわけでもないから、今んとこスルーしてんだと思いますけど、まあ見てると思いますよね。で実際スイッチの場合、スイッチのねロムイメージも流出してます。でそれに関してはエミュレーターにもね突っ込んできましたこの間ね。そしてなんといっても去年ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのロムイメージ流出ですよね。うん、こちらがねやっぱりこう任天堂にとっては感化できなかったといったところだと思うんですよ。で実際このロムイメージをねどのくらいの人が使ったかってよくわかんないんですけど、一説には7万人で、それ表だった人数であって、何もねダウンロードして使ってても表だった動きをしてこない人は表面に出てきませんので、まあ10万人だもっといるぞとか、そんな数値が並んでいますよね。まあ少なくとも7万人ぐらいは使ったんじゃないかというテアーズオブザキングダム違法流出ロムといったところがあってね、その辺からまあ任天堂がエミュレーターを潰しにかかり、で最近はねその水出し機もね潰しにかかってきましたんでね。でじゃあその水出し機、基本は例えばファミコンだとか、スーファミだとかは大丈夫だと思うんですよ。で最近のねスイッチとかなんかは保護機能がついてまして、それをねむやみやたらにいじくってくるとちょっとリスクがあるんじゃないかなと言われてます。自分もだから スイッチ系は何もいじってません。うん、じゃあねこの水出し器使ってる割合ってどうなのかなっていうのが気になりますよね。じゃあ水出し器使ってればまあもう OK なのかっていうのもありますよ。これあくまでもユーザー側がね担保安心の担保のために言ってるだけだって、メーカーがそれをね認めてるのかっていうとそういうわけでもない。ただ私的利用でコピーするのも法律で認められているから、まあそこはねまあ暗黙のうちにいいとまでは言わないけども、こういうのをインターネット上にばらまくなよぐらいな感じで自分で使う分にはいいぞという感じにね暗黙になってる感じはします。じゃあどのくらいこれちゃんと水出し使ってやってるのかっていうと、まあ 10% ぐらいかなと思いましたが、まあ実際はね、うん、1% ぐらいみたいですね。だから残りの 99% は、まあ、ネットからのダウンロードおよびその中華エミに入っていたあの SD カードに入ってたねゲームデータを使っていると言われていますのでね、こうなってくると、うん、だって面倒っちいじゃないですか、その吸い出し器でチューチュー吸い出すなんてナンセンスですよね。ゲームをしたいのか吸い出す人生をしたいのかっていう感じになっちゃってて、非常にね効率が悪いんですよね1% かよって気はしますけどね。まあこれもちょっと自分ソース忘れちゃったんだけど、なんだろうな、2年ぐらい前にどっかに書いてあったんですよね。うん、それだってよくわかんないよ。でもなんとなくこの吸い出し器の販売数を考えて中華エミ機のね数を想定すると、まあ 100% みんな吸い出してるなんてありえないし、 50% もいないだろうって言ったのはわかる。まあ 1% がどうかわかんないけど、まあ仮に多くたって 10%、 10% もいないと思うんだよね。うん。まあ現在大量のゲームデータがね、我が物顔で、頒布されているという事実がありますのでね、その辺は果たしてどう動くのか、そもそも動かないのか、こんな状態が続いていくのかどうなのか、そこがね、非常に問題点でありますね。まあじゃあね、任天堂とかまあソニーとかまあ何でもセガでも何でもいいんだけど、メーカーがね公式のあのレトロゲームプラットフォームを作ったらいいんじゃないかって自分前も言ったんだけど、まあおそらく儲かんないんですよね。儲かんない儲からないからやらないんですよ。巨大プラットフォームができそうなんだけど、あとね著作権絡みがめんどくさくて、もう古いゲームなんかはねどこに著作権があるのかって一つ一つ調べていくともうめんどくさいし、
どうにもならないしね。だから、まあやらないと思うんですよ。で、バーチャルコンソールとかでもやりましたけど、まあ実際あれも黒字だったかっていうと、まあ微妙らしいですね。人気ソフトで全然売れなかったバーチャルコンソールの、ソフトの穴埋めをしてたといった感じで、まあ言われるほどレトロゲームってそんな儲からないと。っていうのはまあやっぱりこう、もう違法ロムが流出しちゃってますから、そういうのでやっちゃってる人が多いからね、わざわざバーチャルコンソールで買ってやるのかっていう話になりますよね。だから儲かんないからやらないというのが一番なんですけど、まあこのままね、中間にやられ放題でもいいのかっていうのもあるわけだけど、まあそこはね、我々が考えたところでどうしようもありません。ということで、後編じゃないっぽいですね。次回ナンバー5。ひじき酒とエミの歴史ぐらいやろうかなと思います。中華思想と中華意味なんて超ダークなネタになると思います。やるかやらないかはやっぱ変わっちゃうかもしれません。で最後ね、まとめです。で結局なんなんということでね、まとめたいと思うんですけども、さあひじき酒とエミかなりね大昔からやってます。実際のところ20世紀から、だからじゃあ正義なのかって言われると正義じゃないと思いますよ、本当にね。悪どいこともちょっとここに書いてある前のやつね、前回と同じ正義の味方の悪人というのが個人的な定義なんで、まあね、エミュレーターの自分の歴史をねちょっと自分で最後振り返っておきたいなと思います。次回はひじき酒とエミ。ではまた。